皆さんこんにちは。トルコのイーネ親研究家野中郁美です。今回は2018年夏にブルサのテキスタイル博物館で行われた親フェスティバルの様子をご覧いただきたいと思います。第2回目の今回はブルサの親を中心に、友人のイブライヒムが展示をしたシュンネットヤターというものですね。これは割礼式の際にその子供を勇気づけるためにお母さんや家族、また近所の女性たちが自分たちのイーネ親を持ち寄って装飾をして作るベッドのことです。それを再現した様子をご覧ください。また最後の方にギリシャのトルコ人村で収集したイーネ親スカーフも登場します。こちらもどうぞお楽しみに。
皆さんいかがでしたでしょうか。たくさんのいいね親スカーフで飾られたシュンネットヤター、これ割礼式のベッドという意味なんですけれども、素晴らしかったですよね。これ以外にもトルコのいいね親コレクターさんたちのコレクションがたくさん並びました。コレクターというのは自分のコレクションをお家の中に大切に隠し持って、なかなか人前に出す機会というのはないものなのですけれども、もちろん私も含めてですが、このようなね機会が持てて本当に良かったと思います。今まで見ることがなかった、でこれからも見る機会は多分なかっただろう素晴らしい伝統手芸、いいね親、これらをね一堂に見ることができました。親フェスティバルの第2回、いつ開催されるかまだ未定ですけれども、また次の開催ももちろん考えております。機会がありましたら皆さんもどうぞ本場まで足を運んで、素晴らしいいいね親の作品をねぜひご覧いただきたいと思います。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ではまたお会いするときまで、さようなら。